次に奥下武光君。奥下君。日本維新の会の奥下です。本日もよろしくお願いいたします。では早速質疑移らせていただきます。まずはですね、先日トキの本州定着を狙って、訪朝候補地の自治体の公募を環境省さんが始められたという記事を目にしました。先ほどウルマ委員からも質疑ありましたように、大阪府ですね、今いろんな野鳥が集まって来ている環境が整ってきていまして、私の地元吹田市は70年大阪万博があった土地でもございまして、その跡地の一つが野鳥の森ということで、いろんな野鳥が集まってきています。ぜひですね、ちょっと吹田市の方で検討できないかという思いもありまして、この選定の条件等を教えていただけたらと思います。お願いします。環境省久田自然環境局長。お答えいたします。トキの野生復帰につきましては、2008年に佐渡で初めて訪朝を行ったの後ですね、地元の方々の長い間の協力をいただきまして、野生下での生息数が480羽まで増加をしているというところでございます。このため、次の段階として、本州等におけるトキの定着を目指した、今、委員ご指摘のですね、新しい取り組みを始めるということになりまして、この候補地についての選定条件、お尋ねの件でございますけれども、4つほどございます。地方公共団体が取り組み主体となること、それから2つ目が、取り組み範囲の面積がおおむね1万5000ヘクタール以上であること、それ3つ目に、環境整備等を行う体制がきちっと整備される、できる見込みであること、そして4番目に、過去にトキの生息実績があること、これらの要件をですね、総合的に有識者の含めた委員会の中で審査をしていただいた上で、おおむね3地域程度を選定する予定としております。これに選定につきましては、8月をめどに選定する予定としておりまして、こうした地域においてですね、トキとの共生を目指した環境整備を通じて行っていただいて、里地里山の保全、再生が進んで、地域の活性化にもつながることを期待しているところでございます。奥下君。ありがとうございます。25年の万博のテーマが命輝く、未来のデザインということで、トキという新しい命をですね、開催地である大阪で、受け入れるよう、ちょっと、吉村知事の方とも相談しながらですね、取り組んでいきたいなと思いますので、またいろいろご指導いただけたらと思います。よろしくお願いします。次にですね、民間企業74社で CO2 データの共通ルールを、共通ルール化をしていくという記事を見たのですが、環境省としてどこまでコミットされているのでしょうか。されているのであるならば、可能な範囲でいいので、ご教示をお願いします。小野局長。お答えいたします。ご指摘の報道でございますけれども、一般社団法人電子情報技術産業協会が昨年10月に設立したグリーン×デジタルコンソーシアムのワーキンググループで、サプライチェーン全体の CO2 データを見える化するデータ連携基盤の構築等に向けた議論、活動を行っているというふうに承知しております。このワーキンググループには環境省もですね、経済産業省や内閣官房とともにオブザーバーとして参加をしておりまして、環境省の施策について情報提供などを行ってございます。このワーキンググループでも議論されておりますように、サプライチェーン全体で脱炭素化を進めていくというためには、製品の製造から流通廃棄に至るまでライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の算定表示を進めていくというのは重要でございまして、この点、環境省といたしましては、今年度から例えば日用品であるとか、衣類を対象として、企業が製品のライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量を算定し、表示するモデル事業を新たに実施することといたします。その上で、算定に必要なデータや算定方法について検討を行い、ガイドブックを策定するなどを予定しておりまして、こういったその検討結果については、このワーキンググループをはじめ、関係団体でよく情報交換を行って、民間の動きとも連携を図りながら、企業がサプライチェーン全体の脱炭素化に取り組めるよう、環境整備を行ってまいりたいと考えております。奥下君。ありがとうございます。これまで散々質問させてきていただきましたけれども、民間企業では、
排気ガスの、改ざん問題といろいろありますんでですね、ぜひですね、排出量の見える化、これは非常に大事なことだと思いますので、環境省さんとしても、ご尽力いただきますようよろしくお願いいたします。次にですね、政府は国内初の CO2、地下貯蓄に、支援検討されているということなんですが、どのような支援を検討されているのでしょうか。まあ、いろんな権利が関わってくる話だと思います。土地の権利等ですね、法改正を含めての検討なのでしょうか。可能な範囲でご教示願います。小野局長。ではまず環境省の方からお答えさせていただきます。環境省といたしましては、CO2 の分離回収から輸送、貯留までの CCS のサプライチェーンの一貫した技術を確立するために実証事業を実施しております。具体的には福岡県大牟田市のバイオマス火力発電所において CO2 分離回収設備の実証に取り組んでおりますほか、輸送貯留実証実施に向けた検討についても行っております。また経済産業省と連携して日本周辺水域の海底下地層における CO2 の貯留適地の調査も進めております。これらの実証実業から得られる知見あるいはノウハウは CCS 事業のコスト低減課題抽出に資するものと考えております。これらの成果を活用しながら CCS の長期ロードマップ策定および事業環境の整備に向けて引き続き経済産業省と連携して取り組んでまいります。福井社君。ありがとうございます。いろいろ問題出てくると思いますが、壁の高い官庁もあると思いますので、ぜひ、ここはですね、大臣の元、政治主導で規制突破をしていただきますようお願いいたします。次に、グリーンアンモニアについてお尋ねします。ロシアとウクライナをめぐる情勢でですね、クリーンエネルギーについて改めて考える、重要な機会となりましたが、以前、経産委員会で、アンモニアについてですね、否定的な質疑をされている、議員の方がいらっしゃったんですけれども、その答弁を聞いていたらですね、本当に大丈夫なのかなというふうに受け取ってしまったんですけれども、グリーンアンモニアについての可能性や今言われているような問題について、課題に対してどのように取り組まれているのか、ご教示願います。資源エネルギー庁、貞光資源燃料部長。はい、お答え申し上げます。2050年カーボンニュートラル時代の、エネルギー安定供給のためには、アンモニアの大量供給、大量利用が不可欠であり、その社会実装は世界全体の実効的な温暖化対策の観点からも有効であるというふうに考えてございます。日本の場合はですね、自然エネルギーを活用する条件も諸外国とは異なっておりますので、できるだけクリーンなアンモニアの利用を進めていきたいというふうに考えてございますが、当面、再エネ由来のアンモニアだけで国内のエネルギー需要を満たすことは困難だと考えておりまして、化石燃料由来のアンモニアと比較して、それはコスト高にもなってしまいます。そういうことを踏まえまして、まずはそのブルーアンモニアと言われてますけれども、化石燃料由来なんですが、そこで製造過程で出てくる CO2 を CCUS で処理する、出ないように極力するというアンモニアの製造利用に向けた今取り組みを進めておりまして、すでに海外で日本企業が事業性調査にも着手してございます。でさらにはこのグリーンアンモニアの早期の実用化に向けて、今グリーンイノベーション基金でも製造技術の開発を進めるところでございまして、多面的な政策支援によってできる限りクリーンなですね、 CO2 を可能な限り抑制したアンモニアの利用拡大を進めていく方針でございます。奥下君。ありがとうございます。時間になりましたので、質疑を終わらせていただきますが、一言だけ、昨日ですね、誰もおっしゃらないで言っときます。ザリガニをですね、有志のメンバーで食べてきました。現場先生がおっしゃるように、ツイッターに書かれたようになるほどというのが僕も同じ答えでして、食べれなくはないというのが感想でございますので、SNS 等でですね、昔バケツにいっぱい取って近所のおばちゃんに茹でてもらって食べてたという ご年配の方々も いらっしゃるみたいでして、ぜひですね、大臣も機会があれば食べていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。以上で質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に斉藤アレ